どうも、どうも、こんにちは、コタタです。ブリリアントダイヤモンド、スボミーのみでクリア目指す、その11です。チャンピオン撃破を目指して、旅をするスボミー。最後のバッジを求めて、渚シティに到着。大葉やみかんと出会い、そして、ついにデンジとジムバトル。電気ポケモンを中心に、強力なポケモンの登場。今回も苦戦するもなんとか勝利、最後のバッジを獲得。スボミーの戦いはまだまだ続く。四天王登場、虫ポケモン使え、よー。辛い？苦い？渋い？酸っぱいね。はい、11回目やっていきます。すべてのバッジを手に入れたので、チャンピオンロードを越え、ポケモンリーグを目指します。ここで譲渡地方のジムリーダー、みかんに滝登りをもらいます。これをもらっていないと、この先進めません。ほんで、海を突き進み、滝を登り、チャンピオンロードに到着。様々なトレーナーを倒しながら、チャンピオンロードを越え、ついにポケモンリーグに到着しました。ここから本当の厳しいバトルが始まります。果たして、コタタとスボミーたちは、勝ち抜くことができるのでしょうか？しかし四天王に挑む前に、バッキンくんが強襲してきます。かなり強くなっているので注意です。スボミーたちもボロボロにされながらなんとか勝利。バッキンくんを倒したので、ここから四天王に挑みます。いやー本当にドキドキプリキュア、じゃなくて、勝ち抜けるかドキドキですね。あ、ドキドキプリキュアのキュアハートは、推しプリキュアの一人です。一番はキュアグレイスですが。はい、どうでも良いプリキュアトークは置いといて、初代からお馴染みのバッジ見せが完了しました。最初の四天王は、虫ポケモン使いの量産。B クイーンや、弱点少ないドラピオンなど、スボミーにとって厄介なポケモンが出てきます。ここで積んでしまうのか？育て直しが必要？トリマスボミーたちを信じて頑張ります。てかカットしていますが、すでに数回やられています。今度こそなんとか勝ちたい。頼むですボミーちゃんたち。てなわけで、イケメンのお兄さん、四天王の量産とのバトルです。果たして勝つことができるのか？いや本当に勝ちたい。量産最初のポケモンは毒ケイル、飛行タイプ持ちですが、こいつはまだ大丈夫でしょう。と、トリマ頼むでみーちゃん。神通力でダメージ与えられるでしょうが、トリマ成長で特攻を上げます。ググ、光の壁やと、特殊技しかないスボミーたちには厄介。まだまだ上げるよ。光の壁消えるまでのターン稼ぎでもありますが。虫のざわめきか、これならダメージ少ないから大丈夫やね。相手からのダメージは少ないので、成長を繰り返し、光の壁消えるの待ちますか。危な、ごめんやでみーちゃん。よしよし、光の壁消えた。回復して早速反撃しましょう。あ、回復中にまた光の壁すんなよ。絶対すんなよ、ほんまにすんなよ。よしよし、光の壁しなかった。次のターンで攻撃して沈めましょう。あ、間違えた、なんで成長すんねん。せっかくのチャンスやったのにプレミですね。あー、やっぱり光の壁してきた。さっき攻撃しとくにあった。まあさすがにもう待ってられないし、一応攻撃してみますか。おお、光の壁されてるけど、ワンパンで撃破です。さすがみーちゃん。次はアゲハンとか、可愛いポケモンが続きますね。え？毒ケイルも可愛いですよね？みーちゃん、トリマアゲハンとにも神通力や。はい、アゲハンともなんとかワンパン撃破、ナイスやみーちゃん。次はビークイーンか、こいつに何度かボコボコにされたから怖い。さてはて勝てるのか？みーちゃん、トリマこいつにも神通力や。あれ？
B クイーンも一発で倒せた。成長積みまくっててよかったわ。トリマ B クイーンも撃破です。やったね。次はヘラクロスか。エスパー技効果抜群だし、ミーちゃんのままで大丈夫でしょ。あ、先制された。ミーちゃん大丈夫かな？よしよし耐えた。ナイスやミーちゃん。よし、反撃の神通力やったれ。はい、もちろんワンパン、ヘラクロスも撃破です。おお、光の壁も消えた。流れはこっちに来てますね。ほんで、量産最後のポケモンは、弱点が地面しかないドラピオンです。草の技、毒の技は効果今一つ、エスパー技は無効、これはどうしようかな？しかも先制されてしもた、これはやばい。ってなんとか耐えてくれた、ありがとう兄ちゃん。よし、反撃のマジカルシャインやったれ。あれ？倒せた、ナイスや兄ちゃん、ドラピオンも撃破です。ってなわけで、四天王の一人目、量産に勝利です。何度か倒されて、やり方を変え、最初に特攻をできるだけ上げる方法にしたら、このように勝つことができました。しかし四天王とのバトルは始まったばかり、次回は、地面ポケモン使いの菊野戦。果たして勝つことができるのか？スボミーたちの戦いは、まだまだ続く。次回もスボミーたちの応援よろしくです。あ、チャンネル登録や高評価もぜひお願いします。ほなまた、みんなもポケモンゲットじゃぞ。頼みます、頼みます、チャンネル登録よろしくです。